はい、どうも、アラです。アラトーク始まりました。はい、えー、緊急事態宣言が発動されて、えー、皆さん、どんな休日を過ごしてますか連休なのにね、せっかくの連休なんですけども、まあ、家にから出ないようにね、こんなにもう2000人とか超えちゃってるんで、これはもう一人一人がそれぞれ行動していかないと収まらないと思いますなんでね。 皆さん我慢して、この1ヶ月、家でできることとかね、えー、まあ、感染の予防を徹底してください。手洗い、うがいとか、消毒とかね。はい、マスク着用は必ずして、やってみてください。ということでですね、まあ家にいるときにね、これ何ができるかつってね、これ何も考えないと、YouTube だったり、Netflix だったりすげえ見ちゃうと思うんですよ。 その時にね、何が行われるかって言ったらね、ずっとね、次の関連動画、関連動画って言ってね、気づいたらもう時間がめちゃめちゃ過ぎちゃってるっていうのをこれ経験したことあります自粛期間中とか特にそうだったんじゃないでしょうかね。これね、あの、僕もこれ意識しないとそういう風になっちゃうんで、結構ね、時間の本立てを作ってやることを決めて、えー、意識しますね。 YouTube とかそういうのはね、ご褒美としてね、最後に見るとか、ちょっと疲れた途中で見るとかしてますね。時間決めて10分だったら10分、20分だったら20分って決めながら見ないとね、これはおかしくなっちゃうんですよね。もったいない。うん。で、結構、あの、こう見えて僕、家とかでもストイックなんですよ、実は。だから、えー、いろいろ、 勉強したり本読んだりってやってる無駄な時間を作らないようにしてやってるんですけどもね今やってるのはねこれなんですよねサウ,サウナのね教科書読んでるんですよ <laughs> あのサウナスパ健康アドバイザーっていうのはねこれ前にも伝えたかなこの中であの全国のねえっとサウナの施設でそれを提示したらちょっと安くなったりとかするカード認定のね カードを持ってんですけども、このやつをね、あの説明できるんですよね。サウナ、どうやってやったらサウナに入り、いい入り方ができるかとか、あのサウナの効能とか、性質だったり、それをね、いろんな人に伝えていくっていう、このサウナスパ健康アドバイザーなんですけども、その一個上にね、プロフェッショナルサウナスパ。 プロフェッショナル公式テキストっていうね、今教科書が今目の前にあるんですけど、分厚い教科書なんですよ。これね、高校まで僕出てたんで、大学は行ってないんですけども、高校の時以来ですね、この分厚い教科書を読むの。だから本当に尊敬します。あの、中学生、高校生の人たち、大学生の人たち、みんなこれ毎日見てるってことだよね。すごい尊敬します。これもね、ちょっとね、やる気なくすっていうね。 でもあの好きなことなんであとやっぱこの年になるとこの本読んだり本ってあの普通にね読んだりするんですけどもねこの教科書勉強の本教科書っていうのってあんまり読まないんで逆にワクワクしてます、はあ。だから高校の時だったらもうほとんど読まないでね <laughs> 寝たりとかしてて <laughs> 絶対 頭に入ってないんですけども、今思うとね、高校の勉強もすごいしたいなとか思うんですよ。だから、高校生の子とか、大学生の子とか、絶対勉強した方がいいと思います。うん。もうその時って戻ってこないと思うし、大人になったら、めちゃくちゃ勉強したいって思うんで、実際僕が思ってるんで、これはいいと思います。やってください。今の、ね、あのー、時代、時代って、今の時を大事にね、してください。 で、この、サウナの教科書はですね、これ、管理士のための専門知識って書いてあって、これね、合格すると、サウナの管理士になれるんですよ。僕何を目指してるんですかね。サウナの管理士になったらもうサウナをね、購入して、サウナで仕事ができるっていうね。もういい、サウ、サウナ、 ビジネスですねね本当にね <laughs> 素晴らしい。好きが仕事になるってもう本当に素晴らしい。これをね体験しないといけないんでね僕は今ダンスとかねあの役者だったりなんかいろんなことをやりながらねパフォーマンスして好き、えー、を仕事にして生きてるんですけどねその好きがねもう一つまた枝を作ろうと思ってね今頑張ってるんですけどもね、まあ、僕がこれを取ってねあのまた一つ仕事になればまた皆さんに。 好きなことで仕事ができるよっていうのを背中で語っていけるので僕はそのために一歩踏み出して頑張ろうと思います。頑張ろうっていうかなんか楽しんでねやってるんでね。頑張るとかではないんでね。はい。楽しみながらやりたいと思います。これ撮ったらサウナのなんかイベントとかね、今はもうあんまりできないんですけどもね。本当はテントサウナでね、川沿い行ってバーベキューとかしながらのあらパーティーじゃないけども。 サウナバージョンでやりたいと思ってるんで、ぜひ皆さんその時を楽しみに僕はその時のために勉強していろいろやっておきたいと思います。はい。話がちょっとずれちゃったけどね。はい。えー、と今回はあの、家でもね、こういう自粛期間とかね、中に家でできることをやる。うん。それのためには時間割を立てて、えーと、だらだら過ごさないようにしましょうというお話でした。皆さんもね。 ぜひ、あの、時間の献立、特に休みの日とかね、何するかっていうのを、時間の献立作ってやってあげると、寝るときに、あ、今日いい一日だったなって思えると思うので、ぜひ皆さんやってみてくださいということで、えー、今回は、家の中での過ごし方でしたはい、えー。引き続き、いいでもね、皆さんよろしくお願いしますね。ありがとうね、いつもいつも。 えー、1000いいねとか超えてるのってこれ他のラジオトーク見ててもなかなかないんで、もうめっちゃ僕嬉しいです。すっごい喜んでます。<laughs> はい。なんで、ぜひ皆さんよろしくお願いしますね。あとはあの、YouTube とかも更新してるので、ぜひ皆さん YouTube の方も概要欄貼っときます。YouTube とかブログとかもね、えっと日々更新してるので、皆さんぜひ、えー、よろしくお願い、チェックをね、よろしくお願いします。はい。ということで、アラでした。 皆さん、風邪をひかないようにコロナにも気をつけて過ごしてください。ということで、またね。ありがとうございました。